ジゼッペ・オリービ、ジュゼッペ・オリービは、イタリアの博物学者である。現在のベネト州ベネツヤ県のキオッチャに生まれた。キオッチャで、フランチェスコ・ファブリスや、ジュゼッペ・ファブリスにはなんだ。広い分野の自然科学に興味を持ち、科学では、アントワーヌ・ラボアジエの理論の賛同者であり、鉱物学、農学、動物学、植物学を研究した。主な業績は、アドリア界。 ベネツィア湾の生物、藻類の研究であり、著書にズーロジア・ドリアッチ・カオッシア・カターロゴ・ラギオナと、デッリ・アニマーリー・デル・ゴールフォ、イーデ・レ・ラギューヌ・ディ・ベーネズの会員に選ばれた。オレビは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジュゼッペ・オリービを示すのに使われる。ありがとうございます。